今年の目標はスイカとトウモロコシ、あとメロンも食べたい、カービィです。はい、ということで、ここあの3月18日にゴールデンバンタムっていう自家採取してる黄色いスイートコーンを撒いたところです。はい、ただ、発芽の様子はまばら、ちょいちょいしか出ない、うん、で、このまばらになってしまったところに種があれば巻き直すんですけど、ないんで、はい、全部巻き切ってこれです。で、エバーグリーンの方もね、結構寂しい状態になってます。はい、2019年の種はまだ発芽するんですが、2018年にとって置いといたやつは私の保存方法が悪いのか芽が出てくれませんでした。はい、で、結構、このゴールデンスイートもエバーグリーンも間が空いてます。で、巻き直しができないんで、この隙間を有効活用すべく私は考えました。はい、スイカ植えます。スイカ、はい、これはシュガーベイビーってやつですね。種取りはずっと続けてるんですよ。多分ね、ちゃんと作ればこれぐらい 2,3 キロぐらいの感じかな、 2,3 キロぐらいの小玉のスイカです。皮は真っ黒までいかないけど、大体黒っぽい、うっすらシマが入る黒です。はい、シュガーベイビー小玉スイカね。毎年ね、一応こんなのができて種は紡げるんですよ、なんとか。ただ私も管理不足で大体草に埋もれてチマーっとなっちゃって、風前の灯火みたいな実が1個2個できて終わりなんで、もうちゃんと食べたいです。はい、で、できた時もあるんですよ。そんなめちゃめちゃ甘くはないんだけど、やっぱね、なんていうかな、感慨深いというか、美味しく食べられるんで種が多いですけどね。でもね、スイカってね、どの部分に一番栄養があるかっていうと種ですからね。はい、私は種もガリガリ食べる派です。そんな私には別に種が多かろうが少なかろうが別にいいんですけれど、普通の方にちょっと食べにくいスイカかもしれない。結構ね、固定種っていうか昔のスイカってそんな感じかな。品種改良して種が少なくなってきたりとか、あとついに言うと種なしスイカってあるでしょ。あれはね、薬品処理したやつです。はい、確かね、違ったかな、できるのかね、今品種改良あるのかな、最初から種なしのスイカって。ちょっと勉強不足です。はい、まあいいや。ということで、植えていきます。で、その前にちょっとどんぐらいそのトウモロコシが生えてるかを移して、で、その草刈りをね、もう少しやって、で、植えていこうと思います。じゃあまずトウモロコシの状態ね、移していきましょう。ここの畝がそのゴールデンバンタムですね。3月18日、まいてからもう1ヶ月半以上経ちました。1ヶ月半かな、大体で。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、この辺いっぱい生えてますね。この辺は割と生えてる。ただこれ3列巻いてこんな感じなんですよ。この辺は割と生えてるけど、こっち側がほとんどないね。なのでこの辺をもう少し綺麗に草取りして、で、一回前を出してしまってもいいかもしれない。で、そこでどこにこのスイカを配置するかを考えようと思います。ここの畝を全部シュガーベイビー用にしようと思います。このあそこ、今カラシナがまだ生えてるけど、で、あれから向こう側に、エバーグリーン、白いスイートコーン植えてあるんで、そこには、ウリ植えようかな、マクワウリ。で、どっちしようかな、金平マクワウリとタイガーメロンあるんで、どっちか植えます。まあ、多分タイガーメロンにしようかなと思います。金平マクワウリはね、どっかにこう、吊るして栽培しようかなと思いますんでね。あ、でもややこしいな。まあ、スイカとスイカのみたいな見た目のメロンだとややこしいから、やっぱ金平マクワウリにしようかな。まあ、いいや、とりあえず、それはいいとして、まずここをきれいにしていきます。まあ、作業は地味なんで、ちょっとこれビフォーね。ビフォー、今からやるのは、この辺、草引き釜、ねじり釜かな、と、草刈り、こっちはあんま使わないけど、まあ、主にこれでちょっと地面を出してみようと思います。まあ、一応どういうことをやってるかだけ映しておきますと、この、このねじり釜ですね、草引き釜とかで、地面をきれいに引っかきます。こうやって引っかいて、もう今生えてる草を全部取ります。で、時々こういうふうに、ここにね、生えてる、トモロコシもあるんで、この周りも綺麗に草を取ります。草マルチをね、この後かけていくんですけど、その草マルチをかけるデメリットとしては、生えてきた草がちょっと取りにくくなるっていうのがあるんで、なるべく生えてこないようにするために、今生えてる草をこうやって、根こそぎ、根っこから切っちゃいます。で、掘り返すまではしなくてもね、こうやって表面削っておけばね、再生がちょっと遅くなるんで、で、こうやって一回綺麗にしたところに、この集めたやつを乗せていきます。なので、手前側からこのガリガリやっていって、で、奥にあるこう、刈った草とか枯れ草を、こう、刈ったところに乗せていくみたいな感じでやってます。で、さらに、両脇に生えてる枯れ草とか、刈った後の枯れ草を、また集めて積んでいってます。これが今、下準備でやってる作業ですね。めんどくさい。だからこういうのをね、黒マルチとか使えば一発なんですよね。で、なるべく上に乗らないようにします。ちょっと今僕、膝ついたところは若干固まっちゃうんでね、そういうのを気をつけながらやっていきます。
はい、だいぶ日が陰ってきたけど、とりあえず買って上に全部乗せました。で、ちょっと足りない分はね、あのこっち側にもう絹さやがだいぶ余ってるんで、それを刈り取っておきました。窒素の供給源としてね、考えます。じゃあ、ここから、追加植えていきます。今5個あるけどね、もっと追加できれば植えていきます。で、まあ、今年はちゃんと仕立てて、つるを、親株切って、親づるを切って、子づるを伸ばして、で、その先に2つつけるとか、それかぼちゃのやり方なんですけど、まあ、スイカもそんな感じでね、参考にしてちょっとやってみようと思います。まあ、とりあえず今日はまず植え付けですね。なので、こっち側に植えて、向こう側に伸ばす、南側に向かって伸ばしていくんですね。あっち側の方がね、トウモロコシもちゃんと生えてるんでね、こっち側に植えたやつを向こうに伸ばしていくという寸法でいきます。かぼちゃと同じようにね、こっち、こう、畝の両脇に一株ずつ植えて、こういうイメージ伸ばしていこうかな。で、間隔をね、1メートルか1メートル50センチぐらい開けて、2組目植えてって感じでいこうと思います。だツルを常にあっち側に伸ばしていくイメージで、そういう風にツルを伸ばす方向を決めた方が管理がしやすいですね。まあ、あとは、トウモロコシが生えてない隙間を狙って植えるとか、そんな感じでやっていきます。で、植え方はね、どこが映るかね。じゃあ、ここが映るかな。ここに植えます。こういう風に先に草マルチを乗せた場合は、植える場所を、かき分けて、穴を開けます。かき分けてね。で、周りの草マルチはちょっとしつけるっていうのかな、このふわふわしたら良くない、あんまり良くないんで、こうある程度こう慣らしておきます。で、穴を掘る。で、掘った穴にね、あんま草が入らないように気をつけます。ポットの大きさよりもちょっと大きめに穴開けて、で、昨日ね、雨がしっかり降ってくれたんで土が十分濡れております。なので、特に湿らせることをせずにね、このまま行こうと思います。よいしょ。ちょっと下の方を軽くほぐして十分湿ってるからね。まあ心配ならね、これ植えた後にもう一回水やりをしてあげるか、まああらかじめ水につけてから植えるといいと思います。まあ、他の夏休みでもやった通りですね。で、うちは肥料を入れずにやるもんで、あんまりこのままね、売り買う時に成長が早いから、このポットのままにしておくとどんどん栄養を使って黄色くなっちゃうんでね、そうなる前に植え付けてあげた方がいいと思うんでね。結構ね、伸びてますから、こうやってほら白い。で、スイカもまあ基本的には深植えをせずに、ポットの土の高さと同じぐらいのところに周りの土を合わせる感じかな。で、周りから寄せて、まあ折れやすいんでね、優しくやってあげます。やんわりと。はい、こんな感じで植えていきます。あとはね、ちょっとよけた草マルチをもう一回戻して周りを囲っておく。ちょっとまだね、張り具のある草が多いんで、それでね、茎を折らないように、茎とか葉っぱを傷めないようにして気をつけます。はい、こういう風にして植えていきます。はい、札と野菜の名前の札ね、シュガーベイビーと、どこに植えたか分かるように、こう竹の杭をね、刺しておきました。草マルチでね、隠れちゃってどこにあるか分かんなくなると、あと草がまた生えてきたのでどこにあるか分かんなくて、草取りがしにくくなるんでね、どこに生えてるかが分かればそこを慎重にやって草取りができます。だからこういう工夫をしておくといいですね。どこに生えてるか分かんなくなりやすいんですよ、こういうことやるとね。で、ちなみにこれ、シュガービビーね、2017年の種でしたね。それでも発芽します。スイカもね、長命種子、種の寿命が長いと言われてますけどね。さすが。よし。今年こそスイカ食べるぞ。あ、そうそう。で、このトウモロコシ撒いた時に、もうコンパニオンプランツやめたって言いましたけど、これもある種コンパニオンプランツです。ただ、これの相乗効果を狙ってるわけではなくて、どちらかというと、単純に、スペースの有効活用です。うん。まあ、それでね、ついでに、その、コンパニオンプランツ的な、効果、スイカのつるで地面を覆って乾燥を防いでくれるっていうことがあればいいかなぐらいには思ってますけどね。まあ、まあ、コンパニオンプランツやめたとか言いながらやっちゃってるじゃんっていう話になるんでね、そういう言い訳をさせてください。はい、ということで、あとまだ時間があればね、奥側も同じように、ウリ、マクワリかタイガーメロンどっちか植えておこうと思います。だいぶ日もかかった、向いてきたけどね、今こっちトウモロコシの横にスイカ植えた後で、で、ここね、途中から紫エンドウ生えてるんですけど、こっちが生えてこなかったところです。で、ここに、もう先に豆植えていこうと思います。で、なんだ、これ。これ植えます。ナタ豆。去年種取りして増やした赤ナタ豆です。これをね、植えていきます。だから豆の後に豆の連作みたいなことをしようかなと思ってます。まあ、ここ途中までは生えてなかったんですけどね。この奥の方もまた豆を、植えます。だから、ナタ豆をこのままずらっと植えるか、それか途中からインゲンとかにするかって感じですね。あと、ささげ豆とかね。はい。連作に次ぐ連作です。これ初めてかな。ワンシーズンに2つ、3つ豆を連作するのちょっと初めてですね。植え方は特に難しくなんともないやつですね。
どっかどういう風に言おうかな、真ん中にこれ刺したんでここに絡ませてもいいんですけど、まあ両サイドから行かせるためにこっち寄りに植えますかね。いやいや手前寄りに植えようかなと思います。ここ今草買ったんで、そこの草を避けて切って、で穴を掘って他の夏野菜と同じように植えるだけですね。立派だね、葉っぱがでかい他のマメ科に比べてもね。根っこもね、こう 下の方にもうぐるぐる巻いちゃってるからね、植えてあげましょう。優しく優しく。オッケー。で、こんな感じで植えていきます。